いの頻度であります？結構毎日のように。そうですね、結構時期によって変わってはくるんですけど、うん、ここ最近は割と入ってるかと思いますね。どういう人が来るんですか？いや、こんな普通の主婦が来たりすることはあります？あんまない。結構その一般の方で、この車考えられ、購入考えられてるって方も多いですし、他にもその燃料電池車に興味があるかなっていう方もいらっしゃる。あ、そうですか。なかなか見れないですもんね。そうですね。え、普通のトヨタで試乗ってあるんですか？この未来の試乗車があればっていう感じなんですけど、1個前の未来に関しては結構その納期が間に合ってなかったので。ああ、そうですよね。なんかすごい詰まってるって。なので試乗車っていうのは基本なかったんですよね。あ、そうなんですか。なのであそこのショールームでしか乗れないみたいな時期があったので、カートファーストドライブの方にしていきたいと思います。じゃあここにスイッチがある、これを押すと入ります。で、今画面上はグレーなので、これちょっとマスクの方を下げさせていただきます。マスクを下げるのは何て言うんですか？実はここにカメラついてまして、このカメラで運転手の目線とか顔の向きとかを監視してるんですね。寝ちゃったりとか、そうですね、なんかあんまりは今手離しても大丈夫なんですか？大丈夫です。ただ自動運転というよりは、いわゆるそのドライバー自身が監視する必要のある機能なので、基本的に安全管理とかはご自身で行って、で何かあれば必ずこうすぐにこう持つことができるような状態で使うっていうのが。すごい。すごいね。だからそういう状態で携帯とかいじり出しちゃったらダメってことですか？そうですね。目線がとかそういうことですか？ちゃんと見てるので、目線外すと機能自体はオフになったりします。あ、そうなんですか。でも急にオフになったら困りますよね。ちゃんとその警告なんかもするので、はい、このスピードはどういうふうにコントロールしてるんですか？基本的にはそのドライバー自身がセットした速度に合わせて走行していきます。あ、じゃあこれは今その67キロにセットしてるから67キロで走ってる。で、今こちら車線変更があるのでハンドルを保持してくださいっていうのがありました。で、そうするとこの後自動的に車線変更の方をしていきます。で、移動先の車線確認してくださいって出たので確認するんですが、右側ちょっと車が来ているので、あ、ついてますもんね、赤いのが。右側が車がいるので。え、それ変更も自分やってくれるってことですか？車自身がなってくれます。ただ右側がいるので、車線変更中止しました。なんで車線変更しようとしたんですか？この先東関東道出た時に分岐が右になるので、それに合わせて、一応こちら今一切操作してないんですが、カーブの速度に合わせて自動的に今減速してくれたっていう形ですね。で、アドバンストドライブの設定速度っていうのも、あまり大きく制限速度から離れると一応切れるようになってます。ちょっとこの先分岐になるので、一旦キャンセルしてから。自動でキャンセルされた後は自分で入っていかなきゃいけないって感じなんですか？そうですね、もしキャンセルされればっていう感じ。さっきされちゃったんですよね。一応あちらは車線変更をキャンセルしたっていう形ですね。別に分岐をキャンセルしたわけじゃないっていうことですね。まあ、あのまま走っていても、ここの部分で車線変更すると思うんですが、一応安全管理の都合上一回オフにして手動で操作しました。
保持してなかったので、今中止しました。ああいうふうにあのハンドル保持してないと自動的に中止するので、そういった場面では今みたいに警告を出します。によってはあります。っていうのはこういうふうに交通量多い状況ですと、どうしてもその、まあ、安全の範囲内でやると、今みたいにあの少しこう目線とかが怪しくなると今みたいに警告が出るので、その際にはこう持っていただくと、で追い抜きますかっていうのが出るので、これで入ってますと、はい、今ちょっと消えちゃいましたね。で他にも実は車線変更自体はあのウインカーを1秒間あの数秒保持するとできるようになってて、うん、あ、そうなんですか。これウインカー2段階になっているので、1段目でこう保持すると手動でこうあの先ほどの車線変更っていうのをすることができます。車の車線変更っていうのを促すことができるってイメージです。この促して、まあ、一応なんか確認してくれてるじゃないですか、はい、車がその時に自力っていうか自分でこう無理やりやることはできるんですか？あの基本的にはドライバーの操作は優先されるので、なのでこうハンドルを動かしていただければあのご自身で操作できます。あとこういうあの車線なんかでも場合によってはキャンセルがされる場合もあるんですが、視線をこう確認してるのを確認しないとできないんですか？そうですね、あの機能自体はあの運転手の目線とかを見てるので。すごいですね、うん、今ちょっとキャンセルされましたね。難しいですねちょっとこの交通量難しいですよね。少しライトバンが近かったので、うん、車線変更できなかったみたいな感じですね、うん、ちょっと自動でこう向こうに行ったっていう感じですか？だから車自身が行ってくれるときは手を持ってなきゃいけないっていうことですね。あ、そうです。あの車線変更のときは基本的に必要ですね、うん、で2段階ウインカーがあるので1段目で止めてあげると、うん、今みたいにあの車線変更を促すことができるっていう感じです、うん、どうしてもやはりその機能的にもあの限界っていうのはあるので、うんうん、ただやはりその運転してても慣れるとすごくこう車に任せることができる、うん、楽ですか？結構楽だと思います、長距離だと。ちょっとこれだと交通量多いんですけど、うん、ただね長い距離走ってて、はい、高速道路とかだと確かに、うん、楽だと思います。そうですよね、格段と手を抜ける部分がありますので。眠くなっちゃいそうだけどね、うん、やっぱりちゃんと顔に張るって、ね、難しいところで、うん、疲労自体はすごく楽になると思います、ね、そうですね、じっと見てなきゃいけない、集中力は。日産のはなんかコマーシャルで手離しちゃってるのあるじゃないですか、はい、プロパイロット、ね、うん、プロパイロットっていうんですかね、はい、それってこういう感じなんですか？似たような感じですか？あのどのメーカーさんも今のところはこういう感じで、そうですね、必ずドライバーが確認し、まあ、安全確認して、うん、条件によっては手放しができるっていうイメージですね、うん、でやっぱりあちらもこう目線を確認してやってるって感じですか？目線を見てる。
見てないと危ないですよね、逆に。そこまでやってないし、パイロットです。設定自体はいくらでもやれるけど、うん、それをしてもし万が一にも事故になったら、やっぱりそんな責任があるから、うん、そういう設定にせざるを得ないんじゃないか。結構スバルさんなんかも新しい機能で、うん、アイサイト X って言って手放していったりとかするんですけど、あちらですけども、同じように。スバルのそういうのとはこう結構提携してるじゃないですか、最近トヨタとスバルって、はい、それはそういう提携はしてないんですか。あの機能的には基本的に違います。あのこちら実はあのライダーっていう光センサーのシステムを使ってたりするので。圧っていうのは何ですか。こっち側の圧力をかけるっていうことなんですか。冷やして、なおかつ圧力を上げて、じゃあ自分のところを通信を。これって普段はやっぱり入れていただく形になるんですか。Thank you.